どうも、今回は関ジャニ∞の丸山隆平さんの性格と恋愛運を見ていきたいなと思います。丸山隆平さんの性格は愛想がよく低姿勢で人付き合いが良さそうですが、内面はガードが固くシビアな性格です。現実的で向上心があり根気もあってしっかりしていますが、反抗心が強く過激で革新的な部分もあり、きっかけ次第では暴走してしまうこともあります。普通の人には理解できないような複雑な面を持ち合わせているところが魅力です。綺麗事をいくら並べられても筋が通っていないと納得しません。良い面が発揮されればかなりのやり手なので、社会的にも活躍していきます。持論を展開させて主張も強いのですが、年齢とともに性格も丸くなっていき、人の価値観にも耳を向けられるようになります。悪い面が出てしまうと人とのトラブルが多くなり、信頼を失い孤立した寂しい生活となります。自分のことは棚に上げて人に厳しすぎるところがあり、いい人間関係を築くために多大なエネルギーを必要とします。真面目すぎて頑固、人に心を許すことはあまりないので親友を作るのが苦手、いつも孤独の中にいます。感謝の心が薄く、人に何かをしてもらった時はお礼を言いますが、そこですぐ忘れてしまうことも多いでしょう。人を使う立場になった時も任せきることがなかなかできず、自分で全てをしなくては気が済まないために自分の負担が増え、周りからは信頼されないという状態に陥りがちです。不平不満を相手にぶつけてしまいやすいので、怒る前に考え直すようにするといいでしょう。で、次に丸山隆平さんの恋愛運を見ていきたいなと思います。プレイボーイタイプと全く遊ばないタイプの両極に分かれますが、信頼されやすい雰囲気を持っているので、どちらにしても女性にはよくモテます。女性に対しては甘く、悪いことはできません。自分からというより相手から寄ってくるのを待ってスタートする恋が多く、頼まれると断れない性格を見越されて女性にいいように使われてしまうこともあるでしょう。また女性を大切にしすぎてわがままにさせてしまいがちです。面倒見がいいので相談を持ちかけられることも多く、ほどほどにしないとトラブルを抱えやすくなります。ただ決断力が弱く物足りないところもありますが、安心して付き合えるところが魅力です。今回は関ジャニ∞の丸山隆平さんの性格と恋愛運を見ていきました。